イイコールデイコーールルデボアは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンル県のコミューン。県北部に位置し、かつてのウルポワ地方に属する。面積のほぼ90%が都市化されており、東に接するフルーリー・コール・メロジストの境界にある、森林75エーカー、そして北西端にある湿地と平野17エーカーが、田園地帯と呼べるべきものである。 コミューンの北西部分を3キロメートルにわたって、オルジュ川が流れる。18世紀のカッシーニ地図に描かれた、サントジュヌビエーブイコールデイコールボはかつて、セキニーの森には小さな家が散在していた。シッコニー・ビラーという名の村落が、ガロローマ時代に存在した。村落の場所は、現在のサントジュヌビエーブの境界に架か,かる冬ユ橋のあたりで、ビッテアルスティカが置かれたが、 ゲルマン人信仰時代に消え失せた。448年に起きた伝染病流行で聖ゲノフェファは湧き水で奇跡を起こした。451年にパリで彼女は住民のために二度目の奇跡を起こした。この奇跡によって湧き水の出たホラー穴の近くに礼拝堂が建てられた。セキニーの森が礼拝堂の周囲にあったことは明らかである。別の伝説では、 聖ゲノフェファの聖遺物が、ノルマン人山族の襲撃から逃れるため、責任森の小さな孤立した、礼拝堂へ運ばれた。上記の出来事はあり得る。しかし、三世紀にわたって、粉族の侵入を含む、数度の攻撃から、パリ住民を守り、ルテテアが悪党を避けることができたというのである。また別の伝説では、聖ゲノフェファは、トロワシ教聖ルーに会いに出かけた。 セキニーの森で、暑さでの、どの乾いたゲノフェファは、自ら、泉を足元に溢れ出させたという。小さな礼拝堂の周りにできた町は、カペー家によって、サンマリド・レオン修道院に液進された。この教会はアンリ四世時代まで存続した。サントジュヌビエーブの隣には、封建領主リエ家が暮らすモンレリ城があった。オルレアへ通じるかつてのローマ街道は王道に、変えられて、 この地を通っていた。橋が、道と城に近接して架けられた。ルイ13世は、キニモ森へ修猟へやってきて、城に滞在したことを伝えている。1598年、長らく、サント・ジュヌビエーブ領主であった、パリのオテル・ド・デューは7300エキュで所領を、売却した。サント・ジュヌビエーブは、フランス有数の地主であるノアユうけのものとなった。 1767年には装備に行きに変われ、フランス革命まで所有した。パリオルレアン鉄道の鉄道施設が作られ、駅も作られた。1935年に視聴者が完成。1939年には、ロシア正教会のノートルダムドラドルミシオン教会が建てられ、市内に存在するロシア人コミュニティを裏付けた。 対戦後のサントジュヌビエーブでは強烈な都市化が進んだ。1963年には国内初のショッピングセンターができ、カルフールが入った。1960年代にオネット地区に低所得者用集合住宅が完成し、人口が流入した。1999年現在、コミューン人口の約1割が、パリ郊外の主要都市であるサントジュヌビエーブは多様な方法で、 パリとアクセス可能である。ありがとうございます。